皆さんこんにちは。こんにちは。いつもマップカメラ YouTube チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。ありがとうございます。さあ、はい、今日はですね、はい、新しいレンズのご紹介でここにやってまいりました。ポクトレンダーより発表されましたアポランター 50mmF3.5VM。 私の方がですねこちらタイプ1、そして私の方がタイプ2を装着しております。まずはですねこちらのタイプ1タイプ2外観から見ていきたいと思います。はい、はい、それでは早速ですね今回のアポランター 50mmF3.5 の外観を見ていきたいと思います。まずこちらですね手に取ったのはタイプ1の2トンカラーモデルとなります。ボディがですね真鍮素材でできておりまして、そこにまあクロムメッキが施されている。そしてこのヘリコイド部分にはブラックペイントが施されているということですね。なかなかですね他にはないレンズを作ってきたなというような印象です。とてもかっこいいですよね。そしてですねもう見るからに振動型のレンズなんですけれども、実はですねこれ振動はしません。そして絞りバネもこのまま見ていきましょう。絞りバネがこのような形ですね。絞りバネは10枚採用しております。綺麗にですね、絞っていくと、まあ、多角形の面でどんどん絞っていって最初22までの絞り値となっております。そして今ですね両手にタイプ1を持ってみました。私の左手側に持っているのが2トン、そして右手側がブラックですね。どうでしょう、デザインは一緒なのですが色が変わるだけで本当に別のレンズなんじゃないかっていうくらい印象が違います。そしてですね今右手に持っているブラックが圧倒的に軽いですね。なんとですねこのブラックの方は重量が 150g、 この2本ですね 95g くらいの重量の差があるんですね。ですのでもちろんですね軽量にこだわるならブラックなのかなとは思います。ただこちらの真鍮そしてクロムメッキっていう魅力的なデザインはこちらの2トンかなっていうところですね。もうここはお好みの世界だと思います。それではですねフードの方もつけて実際に見てみましょう。こちらが2トンですね。かっこいいですねこのブラックペイントが調和されている。本当に全体が調和が取れていて非常に完成度の高い一本かと思います。続いてはタイプ2をご紹介したいと思います。タイプ1とは打って変わってと言いますか振動っぽいデザインではなくてこういったストレートタイプのレンズですね。デザインもとてもオールドレンズを彷彿とさせるようなクラシカルなデザインでかっこいいですね。そして今手に持っているのはシルバーボディとなります。他にですねブラックボディがあるのですが、こちらのシルバーボディはタイプ1と共通で真鍮素材が使われております。それではですね今ちょっと背景に見えてます M 型につけてみたいと思います。レンズ単体で見ると大きなレンズかなって思われてた方もいると思うのですが、このようにですね大変スリムなデザインになっております。すごいですねここがマウント面でそれよりも内側にレンズがあるような印象ですね。非常にレンズの完成度高い一本となっております。今回ですね私タイプ1を装着しておりますカメラはライカの M11P となっております。マットブラックなペイントがかっこいいですよね。そこにですね今レンズタイプ1の2トンカラーモデル真鍮鏡頭のモデルですねこちらを装着しております。本当にクラシカルなスタイルでとても似合ってるかと思います。私の方ではですねこちらのタイプ2のレンズをニコンの ZF に装着して使用しています。アダプター装着しているんですけれど、こちらホクトレンダーのアダプターでヘリコイド付きのものを使用しています。ヘリコイドでさらに寄ることができますので試していきたいと思います。このアポランター 50mmF3.5 なのですが、まあ、VM マウント、ライカ互換用のマウントっていうことで普通にですねレンジファインダーの合う距離の最短撮影距離は70センチです。これは他のライカレンズなども共通ですね。あと VM マウントも共通です。これが今こちらのお花撮ってるんですけれども今これが70センチの距離ですね。
レンジファインダーで、合わせようと思うとここが最短となります。しかしですね、まあ、昨今のレンズなんですけれども、よりですね、寄れるような設計になっておりまして、このアポランターも、1型タイプ1なんですけれども、最短撮影距離45センチからとなっております。もう今やですね、ライカでもライブビューが使えるというのが、最新機種ではなっておりますので、45センチだと、よいしょ、寄るとこういったですね、お花、あまり大きくない被写体とかでしたら、その差っていうのが写真に明確に出るかと思います。さらにですね、今回、アポランタタイプ2という形が違うレンズあるのですが、そちらの方がですね、最短撮影距離短いです。なんと 0.35m、 35センチから寄れるということですね。ではどんな感じか、はい、はい、この花でいきましょうか、はい、私がですね、だいたいこのくらい、これが45センチかな、45センチ、はい、でこちらは35センチですので、もう10センチですね。あ、やっぱり違う。そうですね、この位置でピントが多分これ、あ、全然違う。あ、本当ですね、別の写真だわ。ボケ感とかも変わってきますよね。そうですね、F3.5 なんですけれども、やっぱり寄れた方がより背景ボケ大きく感じますね。寄って撮影を良くする方とかは、うんうん、タイプ2がいいかもしれないですね。いいかもしれないですね、はい、では早速撮影した写真ちょっと見ていきたいと思うのですが、はい、1枚目こちらの写真となります。綺麗ですね。綺麗ですよね、はい、注目していただきたいのは前ボケの何でしょう、うるさくなさすぎ感って言ったらいいでしょうか。被写体を邪魔をしていないっていうところですかね。そうですね、輪郭はあるんですけれど、うんうん、まあ、一体感といいますか。そうですね、綺麗にボケてますね。程よくね、やっぱり被写界深度が深い分、ピント面とその周辺が非常にパチッと見えて、はい、あと先ほども述べた通りに前ボケがそこまでうるさくなりすぎないっていうのはすごく好印象なレンズだなって思いました。続いての写真こちらとなります。どうでしょう、この影の部分の階調表現とかすごくナチュラルと言いますか、自然ですね。うん、すごく印象がいいですよね。綺麗ですね、みずみずしくて。そうなんですよね、なんだろう、艶感がある被写体が得意なのかなって撮っていて思いました。はい、続いての写真またですね、ちょっと植物なんですけれども、はい、開放ですね、こちらも F3.5 なんですけれども、この葉っぱの葉脈ですね、はい、すごいですね、すごいですね、拡大するとこんなに見えるのかっていうくらい写っているんですね。全部写してますね。そうなんですよ、しかも開放で最短撮影距離での撮影で、はい、最短撮影距離寄りすぎると何でしょう、画質がね少し柔らかくなっちゃうって言ったらいいのかな。そうですね、ピント合わせるのもちょっと難しかったりするレンズもあるんですけど、そうですね、あと若干ねフレアっぽくなったりするんですよ、はい、そういった特性を出さずにここまでシャープに写すっていうのはこの 3.5 はすごくいいなって思いましたね。続いてはですね、はい、ニコン ZF で撮影した写真を見ていきたいと思います。はい、はい、こちらですね、自転車ですね。はい、自転車を撮影しました、うんうん、ホイールのこの線の描き方っていうのがさすがだっていうような写りですね、うん、綺麗ですね、うん、若干固めのものが得意なのかなという印象を受けまして、はい、うんうんうん、撮りたかった一枚なんですけれど、はい、本当に金属だったりアルミの質感がすごくよく表現されているなという印象でした。描写が硬いというよりも硬いものを描くのがすごく得意っていうような印象ですね。そうですね、うん、こちらの写真はですね、はい、アダプターのヘリコイドも使って最短距離で撮影を行いました、うんうん、それだと通常のレンズの最短撮影距離よりもより近づいて撮ったっていう。そうです、おタイプ2なので、はい、35センチですね、寄れたんですけれど、はい、ヘリコイドでさらに寄って撮影を行いました。すごいですね、確かにそれができるのがアダプターの強みですよね。そうですね、これは F11 まで絞った写真なんですけれど、そんなに絞ってあるんだ。ただゆえにこの立体感があるのかなって今話聞いてて思いました。あとボケの形ですね、はい、うんうん、
外観紹介で絞りバネの形も見ていただいたと思うんですけれど、はい、まあ、やはり F11 まで絞ると形が多角形の形、はい、はっきり見えるので、うんうんうん、これも特徴的なものかなと思います。そうですね、続いての写真はなんか見たことある感じですね。そうですね、撮影している姿を撮らせていただきました。あのニコン ZF モノクロ撮影に切り替えれるスイッチもあるということで、モノクロの、そうですね、ブラック&ホワイトですね、撮影を行いました。なんかここまで映ると何でしょう、すごいですね、鮮明だなという。このレンズの魅力ってリアリティだなっていうのを今見てて思いました。アポランタで人を撮ると何でしょう、本当はっきり映る。こちら F3.5 開放での撮影を行ったんですけれど、はい、まずカラーで撮影を行いまして、はい、モノクロ撮影もしたんですけれど、はい、やっぱりモノクロ撮影との相性もいいのかなと。それ私も思いました。カラーで見るのとだいぶ印象が違うんですよね、はい、あの他のカメラレンズで撮ったのと比べてエッジが立つみたいな感じのピント面がすごく感じられますよね。今回ご紹介いたしましたこちら50の F3.5 アポランタなんですけれども、実際に購入を考えた際こちらのレンズと悩まれている方も多いのではないでしょうか。今カメラについておりますのが50の F2 のアポランタとなります。今までですね、ライカのレンズと比べたりなどはあったのですが、こちらの 3.5 と F2 どれくらい違いがあるのか撮影もしてみましたので、そちらの写真を見ながら、はい、ご説明をしたいと思います。それでは今回のアポランタ 50mmF3.5 と以前から発売しております F2 のですね違いを見ていきたいと思います。まずですね、前から出ております F2 の開放描写ですね、ご覧ください。まあ、さすがアポランタですよね。ピント面のシャープさ、あとですねなだらかにボケていく感じというのが見られるかと思います。続いては今回新しく出ました F3.5 の開放描写となります。こちらもですねピント面かなりですねシャープだなというような印象です。ただですねこれと F2 を比べてもその被写界深度の違いでしかないのかなと思いまして、続けてお見せするのが F 値を合わせた描写もご覧ください。ここでのですね違いパッと見分かりづらいんですけれども、一つはですねピント面の何でしょう、硬さといったらいいんでしょうか。今回ですね撮影している最中も思ったのですが、この今回の F3.5 の方のレンズはですね開放描写はもちろんなんですけれども、写り味ピント面の、描写がですねかなりパリッと写る、硬い印象に映るっていうのがありました。その分ですね背景のボケを見ていただくと若干の硬さっていうのが、F2 のアポランタに比べて感じられるかと思います。続いてが F5.6 まで絞った時の写真となります。もうここまで行くとかなりですねパッキリ後ろの方まで映っているなというような印象ですね。こちらもですねやっぱり大きな違いは先ほど述べた通りピント合わせた被写体のそのかっちりとした写り味、そして背景ボケの種類かなって思いますね。よりピント面をシャープに見せたい写真などは今回の F3.5 の方が得意なように感じます。さあどうでした、実際に撮影してみてこのアポランタの写りとかと操作感ですね、はい、っていうのを実際に使った感想といいますか。そうですね、めちゃくちゃ使い心地がいいというのが、うん、まず最初に出てきた感想かなと思いまして、はい、やっぱり柔らかい植物だけじゃなくて硬い人工物 も表現が見たままといいますか、そうですね、リアリティが伝わるような写真になりますよね。そうですね、 F2 のアポランタもあるんですけれども、この F3.5 になってより開放から安定した描写が得られる、明るいレンズね、魅力的ではあるんですけれども、必ずしもその明るいが答えじゃないって言ったらいいんでしょうか。3.5 のメリットを本当に感じたアポランタだなというふうに思います。最後までご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。今回ご紹介した北斗レンダーアポランタ 50mmF3.5 の詳細は概要欄に記載しております。ぜひチェックしてみてください。チェックしてください。今回の動画ですね、面白かった、参考になったという方、ぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。
またですね、高評価、あとはコメントの方もお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。また LINE の公式アカウントでは皆様からのお友達登録をお待ちしております。その時にですね、 ID 連携も同時にされますと、よりお得な情報をたくさん受け取りますので、よろしくお願いいたします。またマップカメラが運営するフォトシェアリングサイト、エブリバディフォトグラファーでは皆様からの写真のご投稿をお待ちしております。ぜひですね、こちらの 50mmF3.5 手に入れてご投稿をお待ちしております。お待ちしております。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。